日本学生陸上競技連合は12月4日、12月30日開催の2023前日本大学女子選抜駅伝、富士山女子駅伝の出場チームを発表した。大会に出場するチームのうち、10月29日の第41回全日本大学女子駅伝で12位までに入った学校で出場を希望するチームに出場権を与えられ、今年も全チームが出場の意向を示した。 残る10枠については12月4日正午時点での各校5000メートル7名の合計タイムで上位10校を選抜全日本で13位となった東洋大やユニバーシティ・ゲームズのハーフマラソン金メダリストの北川聖ルを擁する大阪芸大などが出場権を手にしたまた全日本には出場できなかった立教大が合計タイムで10位に食い込んで初出場が決定 城西国際大は大会が茨城県で開催されていた2009年以来の出場を決め、富士山女子駅伝には初めてのエントリーとなった。神戸学部大も2020年以来3年ぶりの出場を決めている。一方、第1回大会から出場を続けてきた仏教大は合計タイム12位で落選。10年連続出場中だった福岡大も立教大と約13秒差の11位で出場を逃した。 レースは静岡県富士宮市の富士山本宮宣言大社前をスタートし、富士市の富士総合運動公園陸上競技場をフィニッシュとする7区間 43.4km で行われる。